妻です。僕たちは確かに、僕が一番恐れていたのは音を失うことだった。今回は私たちの決まりでドライバーを用意します。というと？彼女です。渡美咲です。僕はまだドライバーを君に頼むことに同意してない。私が若い女だからですか？1ヶ月半の稽古と2週間の本番です。ずるい人だ。バイト。そこまで。失礼。君はどうして広島に？実家の裏が山なんです。大雨で地滑りが起きて、母はその事故で亡くなったんです。お父さんって素敵じゃないですか。とても。君はこう考えてる。僕たちは同じ悲しみを共有してる。同じ女を愛したから。僕の人生と愛はどうしたらいい？生きていくほかないの。私の方がおじさんよりちょっと不幸かもしれない。それでも私はやけなんか起こさない。だから今毎日とても楽しいです。